どうもこんにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。今日の動画はグロー特集。グロー7月号増刊1500円。1500円。ウェッジウッド豪華ポーチ2個セット&ミラーチャーム。はい、本日こちらの開封レビューなんですけど、今回ですねグローが2種類出ております。雑誌の内容は多分同じだと思うんですけど、7月号の通常バージョン、そしてこちらは増刊号バージョンで、まあ付録が要は違うんだよね。はい、前回お伝えしましたこちら、ウェッジウッドのですねクソでっかいバッグでございます。こんな感じのバッグだよ。ワイルドストロベリー柄になっております。こちら通常バージョンと、なんかコンビニムックみたいな感じで上に袋でこうこんな感じで付いてるんですね。これどちらのグローの今回の付録はウェッジウッドなんですけど、両方買おうかそれかどっちかだけ買おうかっていうので悩んでらっしゃる方が割と多かったので、今回はグロー特集、ウェッジウッド特集ということで、この2つの付録を重点的にご紹介しようかなっていう動画でござる。こちら通常版グロー、こちら増刊号のグロー、ここの付録箇所とグローっていう文字が違うんですけど、雑誌の内容的にはですね同じでございます。そうするとまあ付録でございますよね。こちらはあの前回の動画でレビューをしたので、後でねもう一回ちょっと見直してみますけど、こちらとりあえずレビュー行ってみよう。はい、この3点セットになります。前回のやつがね1080円で、こちらのポーチセットが1500円。まあ高いよ、まあ高いけど、ウィッチウッドご存知じゃない方もまあいらっしゃるかな。陶磁器ブランドで英国ですごい人気なブランドなんですけども、でこちら260周年ということでね、そりゃまあどえりゃ昔からあるブランドなわけさ。ということでお揃いで持ったらどんな感じかなっていうのも含め、まあとりあえずこちらのレビューをいってみよう。はい、まずは大きいポーチからいきましょう。この素材なんですけども、アップいくね、ピタッぴったりと、まあ、こんな感じなんですけども、全部ね布です。布素材って感じ、キャンバスとかではないんですけど、なんかナイロン製の布っていう感じ、すごいしっかりした作りだと思います。でこちらにウェッジウッドのロゴがしっかりありまして、パイピングはブルーですね。今回あのバッグの付録もそうなんですけども、ホワイトとこの水色と、あとこのワイルドストロベリーの柄と、あとゴールド、なんかこういうカラーリングになってるんで、すごいなんかこう綺麗綺麗。ここに持ち手がついたポーチということは、ここに開けるところがついてるんだよね。両方にこうギューって開けれる感じのチャックがついておりまして、ここのチャームなんですけど、ちゃんとねいちごちゃん柄になってるんだよね。こういう細かいところもいいよね。このいちごちゃん柄のチャームなんですけど、あの大きいカバンについてるチャームと同じ柄になっています。でこのチャックを開けますと、パカン、中身はこんな感じ。ここにまあ筆とかいろいろ入れれたりとかする、こうゴムバンドがついておりまして、中はしっかりパイピングされているのと、あと色を合わせてブルーな感じに、ブルーとホワイトな感じにしてくれてるよね。このパイピングすらこのデザインにするっていう。で上にはこうメッシュポケットがついておりまして、ここのチャックはね普通のチャックだよ。ただゴールドのチャックがついております。中の作りはねまあ普通かなといった感じ。ここねちゃんと一応こうメッシュポケット、こう膨らみを持たせてくれてるんですよ。なのでここがヨボヨボしちゃうんだけど、ここのテープとかはなんかそんなにこう高級感っていう感じではないんだけどもね。ただ外がすごい高級感やから、中のこの辺のヨボヨボさはまあ許せるかなという感じ。まあ、ここは筆やらなんやら挟めるよっていう感じのこうゴムバンドがねしっかりついてくれてるんですけども、挟まなくてもそのまま入れても使えるかなっていう作りになっています。ここの持ち手のところもそうですけど、全体的にこの白、水色、このワイルドストロベリー柄&ゴールドっていう感じできっちり合わせてきてくれているのと、あと付録がね袋でこうふんわり雑誌についてる感じなので、シワ感っていうのが全然感じないですね。ただマチはそんなにないです、このぐらいだから。そんなねめっちゃマチがあるポーチ、収納力抜群よっていうわけではないんですけど、ただただ可愛い。はい、次のポーチはこちら、ちょっと開けて膨らませるね。こちらのポーチなんですけども、素材感はやっぱり同じですね。布、ナイロンでできた布っていう感じ、割としっかりした素材。素材アップいきますとこんな感じ。パイピングもねすごい綺麗に入っています。ライトブルー×ホワイトっていうカラーリングで、ここにはやっぱりゴールドのチャームがついていて、すごい爽やかそして美しい作りになっていると思います。ウィッチウッドのロゴはプリントでホワイトでこう白でね入っております。
まして、後ろ側にはさっきちらっと見えましたけどもティッシュケースが付いております。でティッシュケースのサイズなんですけど、あの鼻セレブ的なちょっとでっかいティッシュでも入るぐらいのサイズ感だと思います。横から見るとこんな感じ、ちょっとね物入ってないからペッシャーンってなってますけど、マチはさっきのやつよりちょっとないぐらいかな。そんなやっぱり大容量っていうほどでもないんですけども、ただただチャックを開けますとパカン、中も意外とねちゃんとしっかり作ってくれておりまして、裏地がしっかりついているのと、ここにちゃんとねポケットをつけてくれてるんですね。チャームはもちろんこのワイルドストロベリーちゃん柄のチャームがついております。そしてまだあるねんな、ウエッジウッドのこれプリントが入った、これ合皮でできてるんですけども、ミラーでございますね。ちょっとビニールついてるから剥がすけど、こんな感じ、チャームミラーっていうのがついています。このミラーの縁も合皮になっていまして、こっちも合皮でも、この白いの1個ポーンってついてたらさ、うんって感じですけども、まあこんな感じでポーチのここにつけたらめっちゃ可愛くないですか。可愛い、まあ、ウエチュッとご存知じゃない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、ご存知の方からしたらね当然のことかもしれへんけど、まあ、ティーカップであったりとかお皿であったりとかの超高級ブランドではあるんですね。百貨店に絶対入ってる感じ。百貨店っていう言い方が古いか私デパートのことをね昔から百貨店って言っちゃうんですけど、まあ、でも必ず入ってる感じですよね。ポーチ2個で1500円ではまあ買われへんな、売ってはないとは思う。まあ、ウエチュートのこの柄好きな方やったら、まあ、今回この付録でゲットできる時にゲットしとくっていうのはまあええんちゃうんかなって思うぐらいのまあクオリティではあります。1500円は高いよ、高いけどね。まあ、でもこの高いからこそサイズ感がちょっと気になるよね。いろいろ入れてみようか。こちらのポーチにですね結構一緒一応詰め込んできたけども、これがちょっとでかいから入りにくいねんけど一応ねサイズ的にはねすっぽり入るサイズではありますよ。この間のあのスイートのスナイデルの付録をね未だ使ってるんですけどね、これ普通に使ってる。私のメイクはだいたいこのぐらいで済む感じなので、こんな感じリキッドファンで病院メイクのパウダーファンでね、眉毛描くやとかライナーとかマスカラとか、アンドスナイデルのこれ、まあ、これぐらいやったらスポーンと収納力的には問題ないです。ね使い勝手で言うとね、まあ、これがちょっと入れにくいっていうのがあるんですけど、あのすっぽりは入るんですよ。ただ開けた時にバカンってこう横からボンって出てきちゃうんですよね。そこにまあ筆類をポケットに入れてこんな感じの使い方の方がいいんちゃうかなと思いました。で上からパレットを彫り込むみたいな感じの使い方やったら問題はないかなと思います。まあ容量的にはこのぐらいは入ります。うん、ちゃんときっちり入りました。あとこの子にちょっといろいろ詰めていこうかなと思う。さすがにこのスマイルのパレットはでかすぎて入らないんですけど、意外とねマスカラとかこういう眉毛描くやつ割と長めなんですけど、こんなんもうすっぽり入りました。あとファンデーション系とか入れても入るから、化粧品のこの持ち歩きの量によると思うんですけど、だから十分な大きさじゃないかなと思うよ。まあ、そこまで持ち歩かない日だったらこちら、めっちゃ持ち歩く日はこっちみたいな感じで、まあ、使い分けができるかなって思いました。あとはこちらですよね。こちらを購入するか、それともこのポーチちゃんたちを購入するかですごい悩まれてる方が多いので、別の動画でレビューは終わってるんですけども、ちょっとさらっとねさらっと振り返り、はい、このようなでっかめトート、もちろん肩掛けも余裕でございます。っていうかあのアマゾンのこれのレビューをねちょっと見たんですけど、あのでかすぎるわっていう意見が多かったなんかねあの写真で見たらねちっこく見えるんだわ。ここがねちょっとシワいってますけど、これまん丸なんですよね。まん丸じゃないかな、楕円かな。写真でこうなってるの見たらこれちっちゃいカバンかなって見えちゃうのね。なんやけど、まあ、下にね一応女の人が持ってる写真ついてんねんよ雑誌に。やねんけどアマゾンのその購入者のコメントみたいなところにでかいわって書いてる人が割と多かった。ちっちゃめのバッグを求めててこれ来たらそれびっくりするわな。だからもう、まあ、思ったよりでかいっていうことだけちょっと思っといてもらってね。こちらにねいちごちゃん柄のね同じ柄のチャームがちゃんとついていて、中はこのような感じ巾着になってるんですよ。でこちらとこちらですよ。こちらが1080円で、今回のこちらが1500円。ウエチュート好きの方にはたまらない内容じゃないかと思います。あのこっちかこっちかで購入どっちしようって悩んでらっしゃる皆さん、ちょっとでは考えタイムということで、また来たで、また来たで。ウエッジウッドのカバンの中身は何でしょうねのコーナー。まあ、こんな大きいカバンやからといって大きいものが出てくるとは限れへんで。正解は、マンマシリーズ3種。これ知ってる？めっちゃ気になって食べたかってんよ。またセブンで買ってんけどね。こちら、コロッケのまんま。コロッケのまんまスナック菓子になってるよーというお菓子です。餃子のまんま。これまた気になるでしょ？サクサクの餃子だね。そして、同じコロッケのまんまでも、黒毛和牛コロッケのまんま。この3つがね、
セブンで並んでたので買ってきました。てかさ、まず餃子からいっていいですか。てかね、お腹減ってんねん、お腹減ってんねん。晩ご飯の前やねんけど食べてええかな。内容量 26g ということで、まあ少ないわな。こんな感じの餃子がついてんの、ほらほら、ほんまに餃子だよ。でさ、この餃子がさ、なんとさ、この袋にさ4つしか入ってないねん。驚く。では実食。餃子やで、ほら、んってなったのが、せっかく餃子のまんまやったらさ、餃子だけの味を生かせばよかったのにね。柚子胡椒風味、いや美味しいけどね。餃子というよりはこれ目つぶって食べさせられたら、なんか柚子胡椒風味のサクサクしたお菓子っていう感じ。餃子かどうかはなんかよくわかんない、全然わかんないです。ただ見た目がほんま餃子やから面白い。はい、ではコロッケのまんま行ってみよう。カレーの匂いする。東京日本橋三代目大名軒っていうところのコロッケらしい。なんかデミグラスソース味。あ、デミグラや、デミグラや。よう匂ったらデミグラ。こんな感じのちっちゃいコロッケ。みーちゃんどうした、みーちゃんどすっと来た、みーちゃんどすっと。こんな感じのちっちゃいコロッケが入ってるんですけども、中身はね、今度はね5個、ちっちゃいの5個入ってる。ちょっと割高やな。まあ、でもちょっと変わってるからね。とりあえず実食。中はねこんな感じです。美味しいは美味しいけど、目つぶって食べさせられたら何を食べさせられてんのか分からへんですよ。デミグラスソースなんやけど、なんか若干カレーっぽい感じがする。なんでやろ。みーちゃんが来ました。みーちゃんが来た。何食べてるのって来ました。みーちゃん、コロッケちょっと気になった。ちょっとクンクンしたかった。食べたらあかんけど、クンクンする。クン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 クシャクシャクシャ。はい、次黒毛和牛コロッケ。こちらもねこんな感じ、普通のミニコロッケ、超絶ミニコロッケみたいなのが入ってて、容量は5個でございます。5個。はい、ではいただきます。中はこんな感じになってて、こっちの方がねすんごいコロッケの味がする。なんかお肉の甘み的なものも感じて美味しい。まあ3種類ございましたけど、どれも美味しかった。やけど、あ、このねまんまシリーズ食べてみたかったわっていう方がもしいらっしゃってね、じゃあどれ買おうかなってなった時に、どれも買おうってなったらあれやから、柚子胡椒好きの方はこの柚子胡椒餃子、普通のコロッケが好きな人はこっち、黒毛和牛コロッケで、こっちはやっぱりこうデミグラっぽさが強いのね。なんかコロッケの味がねあんまりしないのですよ。まあ普通のコロッケのこのフリーズドライ系のねやつが食べてみたいっていう方は、こっち行く前にさっきこっちを通った方がええんちゃうんかなと思いました。で、なんでこんなまともにレビューしとんやん。まあでも割とさ、普通のポテチって飽きるやんか。たまにはこういうさ、なんかちょっと変わったお菓子食べてみたくなるよね。まあそして太るんやけど。はい、そうこうしているうちに、皆さんどっち買うか悩んでる方決まった。悩むよなこれな。でもな、用途がまず全然違いますしね。で、私的にはウィッチウッドの、まさにね、まさにほんま何回も言いますけど、このワイルドストロベリーの柄が大好きなんだよ。ウィッチウッドの中でむしろこれが一番好きなのね。だからこの柄のこのセットということなんで、私的にはまあ両方買ってよかったなと思ったんですけど、でも全然さ、ウィッチウッドそんな興味ないねんっていう方からしたら、まあな、なんか普通のバッグとポーチやから、そんな両方もいらんわっていう方もいらっしゃるやろうし、それぞれだと思うんですけど、用途次第っていうところはあると思うんですけど、でもこのほんま白とこの何やろうな、水色とこのゴールドとこの爽やかさが私的にはすごい気に入りました。皆さんどうしようって悩まれてたりとか、やっぱやめとこうとか、またご意見をコメント欄でいただけたらなと思います。コメント欄ね、いろんな方がすごいいろいろ書いてくださっているので、よろしければ今までコメント欄あんまり読んでないねっていう方もいらっしゃったら、よかったらね一回覗いてみてください。すごい私もねコメント欄読ませていただいてすごいハッピーになるので、よろしければ皆さんもコメント欄も読みながら雑誌付録を見ていただけたらなと思います。はい、今回グロー特集ということで、すごい短い動画になったよねこれ。いや、ちゃうね、もう早く出したかってん、たまには。で、今回増刊号でしょ。グロー増刊号ってさ、わざわざこのウェッジウッド推しでさ、ダブルで来てるわけじゃないですか。だからもう極力早く出したいわということで、今回クソ短い動画にさせていただきました。でも毎回こんな短くなるんかって言ったら、そんなことじゃなく、まとめて出せるときはまとめて出すんですけど、単発でとりあえず早く出したいわっていうのがある場合は、こんな感じでちょっと短い動画でね、専用みたいな感じでたまにこう単発で出させていただくこともあると思うんですけど、基本的に5冊開封だったり4冊開封だったり、調子よかったら6冊開封だったり、私的には多い冊数で今後はいっぱい出していけたらなと思っております。ただ編集が追いつけへんねんけどね。まあでも編集が追いつけへんからってあんまり遅なってもったらあれやんという
ということで今回ね、グローだけ、ウェッジウッドだけを比べるっていう動画を撮らせていただきました。まあ、今回はトリマシリーズということで、とりあえず増刊号が出たからとか、とりあえず早くお伝えしたいやつが出た場合に、このシリーズをですね、起動してですね、ちょっと短めの動画をたまにこう単発でパンパンと入れさせていただくこともあると思うんですけど、ちょっと箸休め的な感じで短い動画も楽しんでいただけたらと思います。ほんでね、6月はね、ちょっとプライベートなお部屋紹介みたいな動画をね、できれば撮りたいんですよ。お部屋紹介っつっても知れてんで全然大したことない家住んでるからね、言うて家賃も安いし、他の YouTuber さんのお家みたいにさ、全フローリングとかでさ、ほんでなんかあの廊下もすごい長くってみたいな、なんかあのモーニングルーティーンみたいな感じのお家じゃ全然なくって、どっちかっていうと和風こう初対じみたね、こうまあ言葉が悪いけどもね、初対じみた普通のなんか生活感あふれるお家に住んでるんだけども、まあ、そんな感じでちょっとね、興味がある方いらっしゃったら、まあ、こんな感じの家に住んでますよっていう動画をまたあげたいなと6月は思っております。とりあえず5月はね、雑誌付録もそうなんですけど、ムックがすごい多くってね、現時点で6冊溜まってることなんか普通ないんですよ。それとは別にまたリクエストとかもいただいてて、そんなんも入れたらもう何冊になんの、追わなあかんのっていうね。今回ムックがめっちゃ多かったですね。まだ紹介しきれてないんやけどさ6月はそのムックが吐き切ったらですね、またなんかそういうプライベート系だったりとか、まあメイク系いる、今いるかな、正直。なんかあのほら、雑誌の付録でついてるさ、あのアイメイク、それでアイメイクしてみましたみたいなやつもやってますやん、言うて。だからメイク系の美容系の動画いるかなって、ちょっと謎やなってなってきたんですけど、あとコメント欄で来てたのが、100均コスメの実力はどうやねんとかね、なんか実際使ってみたらどんな感じなんかな、やはり100円クオリティなのか、それとも通常で売ってる1000円とかのやつとあんまり変われへんレベルなのかとか、そういうのの比較をしてほしいっていうコメントも前にいただいたんですけど、その辺もあの基本雑誌付録がメインではあるんですけど、なんかいろいろね、そういうのも入れ込んで6月はやっていこうかなと思っております。最近さ、めっちゃ暑かったり寒かったりがすごくないですか。なんか寒いとまではいかへんけど、夜が割と涼しいよね。ほんでなんかコメント欄で、それ更年期じゃねって書いてあったんですけど、確かにさ、わ44やからさ、更年期とかありえんのかな。更年期っていつから来るんだ、なんかよくわかんないんですけど、なんか更年期ってね、うちのマミーがですね、更年期になった時に、冬でも T シャツ1枚やってね、暑い暑いって言って、なんかすっごい汗かくって言って、なんかヘインズの T シャツ1枚でずっと家いたんですけど、ママ冬だせって言ってたんやけど、なんかそういう感じで割と暑い暑いってなるのが更年期なんかなって私思ってたんですけど、なんていうかな、家のね、出入りが激しいんだわ私最近。なんか用事でね、出たり入ったり出たり入ったりが割と多いんですよ。外出から帰ってきたら暑ーってなって、ほんでしばらくおったらちょっと寒ーってなってでまた出かけて帰ってきて、出かけて帰ってきて、それをなんかずっと繰り返してるから、それで風邪っぽくなったんかなって思ったんですけど、更年期になったらどんな感じになるのかね。暑ーってなるのかな、なんか汗が引かんとか、なんかそういう感じになるんかなと思うんですけど、まあ、近い将来来るよね言うてね。まあもうその辺はね、なんか私年食うことに関してはね、なんやろうな、開き直ってるというか、なんだろうね全然気にしてないんだよね。なんか普通30代から40代に行く時とかも、うわー40代かみたいな感じで思われる方も多いのかなと思うんですけど、私あの職場でネタにしてたしね、大恋愛40とか言ってすごいネタにしておりました。割とだからあんまね、あんまり気にしないんですけど、言うてさ44やん、あと6年経ったらまあ50代だわな。50代って相当大人っていうか、まあ40代でも十分大人やし、30代でも大人やし、なんなら20代でも大人やけども、50代だぜ、半世紀だぜ。そうなってきて、このね、このあのワードの言い回しであったりとか、こんな感じで50代になってええんやろか、なかなかきついよね。もうあいたたたたたたっていう感じやとは思うねんけど、まあでもその辺もね、あの生温かく見ていただけたら私はありがたいなと思っております。すごいあの変な人なんはもう重々承知やと思うねんか、見てらっしゃる方も。変な人を見てるからね、これはね、変な人が映っています。変な人です。だから割とこうなんかちょっと普通じゃない部分とかすごいいっぱいあるとは思うんですけど、まあ個性ということでね、どう、今44やんか、だから来年になったらもうアラフィフになるのかな。まあ、こんなアラフィフがいてもいいじゃないということでちゃんとこうお話もしっかりして、なんていうんですかね、見た目もちょっと落ち着いてみたいな感じの、まともな大人になってる予定やってんけどね。それ10代から思ってたんやけどね。10代の時は
20代がすっごいこうまともな大人になってるっていうビジョンがあったんですよ。なんですけど全然なってなくって、まあ仕事とかはちゃんとやってたよ、やけどなんかあのプライベートの発言とかがバカっていうね。で30代になったらほら30代は大人でしょどう考えてもと思ってたんだけど、まあ、言うて変わらへんかったよね。何も変わらんとスーって過ぎていって、40代に入ってまあいいかっていうのが追加されて余計バカになったよね。魅力がかかった、なんやろうな、見た目的にはそれはまあ年は年なんですけど中身はかなりヤバいよね、かなりヤバいと思うんですけども、まあ、皆さんね、まあ、そんな僕とですね今後も長いお付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。まあ、これからもなんか皆さんがこうちょっとでも役立っていただけるというか、まあ雑誌付録もそうですけどね、判断基準になる動画っていうのを頑張っていきたいということと、プラスアルファなんかいろんな楽しい動画をまた投稿していけたらなと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。あといつもコメントとそして温かいグッドをいただきまして本当にありがとうございます。本当に感謝感謝でございます。そんなこんなんでね、今日はちょっと短め動画ということでこの辺りで、また次回はちょっとね長めの動画になると思うんですけども、そちらもまたよろしければご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。